はい、どうもふみちゃんです。今日もね、ここ浜松駅から長い旅に、出たいと思います。今日の目的地は岡山です。ただ行くのではなくね、今日は、普通列車のみ、各駅停車の列車のみで岡山まで行きたいと思います。新幹線、快速列車等は一切使わずです。だいたいね、時間はまだほとんど計算していませんが、だいたい9時間からね、10時間前後の時間がかかるとはね、思われます。あと11時45分発のね、豊橋行きで、まずは豊橋駅に向かいたいと思います。豊橋駅にね、到着しました。この後12時28分ね、ご覧の通り岐阜行きです。岐阜まで各駅停車約1時間15分ですね。14時10分名古屋到着。発車は14時20分、快速列車のね、待ち合わせなどをして10分の停車です。今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は普通列車岐阜行きです。この先三輪島、清須、南端順に
からはね快速の大垣行き、この先に普通列車がないのでね、大垣までは快速大垣行き、各駅停車のね快速大垣行きに乗って大垣に向かいたいと思います。なおね、乗ってきた列車はね折り返し浜松駅、働き者ですね311系。にね到着しました。ここまで浜松からね各駅停車のみ約3時間17分でね到着しました。しかしねまだまだ旅は3分の1が終わったところですね。本番はこれから。はい、ここからね15時9分発の米原行きで米原に向かいます。
ホームがありまして、7番乗り場から長野線、以上、亀岡線、鉄道名駅が33番乗り場から長野線、富士、伊豆、奈良方面が8番から10番乗り場へお越しください。Thank you.
電車とかも行けるし、はい、西明石19時25分到着。いやー長かったですね。京都から2時間12分か。4番乗り場に停車中。いやー2時間以上やっぱり乗るのはやっぱり長いですね。次のね、快速列車で、姫路に向かいたいと思います。到着しました。この後ね、急遽今日は急ぎで岡山入りに入ることになってしまったので、各駅停車の旅はね、今回この姫路駅でね打ち切らせていただきたいと思います。どうも申し訳ありません。浜松を出たのがね、昼前の11時45分、姫路到着夜の8時21分、約8時間半ですね。8時間36分かかりました。非常に長いね各駅停車の旅でしたがね、またぜひ違う方角でねやってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。